なんとかの滝がない。ほら、なんとかの滝やろこれ。何の滝？ちょっと待って調べる。違うよ。はーい。片道と奥だって選んでもらうんですけど、お決まりですか？片道と奥で。奥で。奥で。はい。奥で様500円になってますね。ちょうど距離を来ていただいたところで、観覧橋の中の黒口というところまで来てもらってます。この観覧橋の中で渓谷を見てもらうんだったら、入り口からこの黒口の間が渓谷が一番綺麗な区間というふうによく言っているところにもなっております。ただですね、この船の向きを上流の方へと向けさせていただいて、約7分から8分でこの黒縁の中を通って黒縁層へ送りさせていただいております。黒縁だとヤマメとかイワナとかウグイと呼ぶ魚がこのに住んでいることになります。
って自宅あたりが一番深いところで6メートルぐらい高い。またこの辺りを進んでもですね、春から夏の8月いっぱいにかけては魚釣りの季節になっておりまして、渓流釣りのお客さんにもよく来てもらうようになっています。静かなとこやね。先ほどもですね、見てもらってたんですが、この辺りから後ろに見てもらう景色がよく完成とか、あのポスターとかでご紹介する景色になってますので、ね、プロムチというとこの景色を見てもらうことがほとんどだと思います。
きで乾杯もおかしいけど。あ、ちょうどいいあったかさや。